ファンがこう、やっぱない分、やっぱね、ファンの皆さんの間の中でも、だから自分がいろいろ担当させてもらってるキャラクターの中で、こんなに勝手に一人歩きしてるキャラっていなくて、もう本当にもう一人でこうどんどん先に行って、おい、待ってくれ、しんいちみたいな、もうなんていうのかな、出るたびにやっぱりこう、なんかプレッシャーっていうのはあるんだけど、でもこの間の時のは、まだコミックで、僕まとめて、ね、出番の時に読むんだけれども、でもちょうどまだ最後がなかったの。そうなんだよ。収録時にね、なかった、出てなかったんだよね。だから噂には聞いてたけれども、どんなシーンかってよくいまいち分かってなくて、だからなんとなく自分の中ですごく自然な流れでポロッと言っちゃって、あ、そこだったのかみたいな、後で。だからでも逆に良かったかなっていうか、なんかむしろ逆にあの時の話は本当に何に申し訳ないなっていうそうか、だよすごい全然な。信じて、そんなになんかコナン君でずっとそばにいて知ってるだろうに、まだやっぱり分かってねえんだっていうか、だって会ってないもん。ねえ、そうだな。申し訳ねえっていう気持ちの方が多かった。なるほど。でもきっとまめにメールとかしてると思うんだけどたぶんね。そういうとこね。見えてこないからな。あれやっぱり旅の空だから言えたのかななんてちょっと。それもあるね。空気が変わってるからさ、そう勢いついちだね。ゃってるっていうのはあるよね。そうだね。そういうことあるかもしれないですね。急に蘭姉ちゃんはそれを受けてどうでしたか？蘭姉ちゃんはって。姉ちゃん、あんたの姉ちゃんじゃないわ。あんたの姉ちゃんじゃない。そこか。そこ、まさかそこでダメ出しか。それ面白いいや、なんかね、言ってほしい反面、言われてやっぱりほら、すごく恥ずかしいとか、ねえ、ちょっと、これからどうやって、どう、本当にね、会った時どんな顔していいのかわかんないみたいなのは、あるんじゃないかなって。結構舞い上がってたよね、なんか今になって恥ずかしくなってきた。今ここで恥ずかしがられても。やっぱ勢いっていうのがあったんですよね、あの時。やっぱ勢いだったんですよね。勢いだったんですよ、ほら、キャラクターの、まだこう、地に足がついてないんで。なんとかしなきゃっていう気持ち。あれもさ、事件も大変だったからな、そうあそうのそう時そう。そな。う思ったよね。みんな英語喋って大変だったね。お前あんま喋ってなかったよ。あれれ？あれれれれ？ということで話は尽きないんですけれども、お時間となってしまいました。てなわけでこのコーナーではコナンに関するいろんなことを自由気ままにおしゃべりいたしました。皆さん、コナンの魅力を再確認できたでしょうか？